こんにちは、カートレスタジオの亀田です。今日はね、女性で足を細くしたい人、太ももをね、細くしたい人のためのね、スクワットを紹介しようと思います。スクワットもね、本当にたくさんの種類があります。そして女性が足を細くしたいためにやっているスクワット、だいたい太ももの前側をね、使うスクワットが多いです。だけどですね、太ももの前側っていうのは女性は案外筋肉があってですね、そこを鍛えていっても足がね、あんまり細くならないと思います。逆に太ももの前側を鍛えすぎて筋肉の形が出てね、ちょっとね、筋肉質な足になって不細工になったりね、する場合があります。なんで太ももの前側を鍛えるんじゃなくて、裏側、内側っていうのをね、しっかり鍛えていくことが美脚への秘訣になります。そのね、今日はやり方を紹介しようと思います。はい、まずはですね、足を肩幅より少し広げた感じでですね、できるだけつま先を外へ向けましょう。体のね、硬い人はね、ちょっとこのスクワット難しいと思うんだけど、できるだけね、やってみてください。で、手はバランスを取るために肩の高さで腕を合わせましょう。で、しっかり胸張ります。このままつま先立ちになってですね、しっかり膝を開きながら降ります。そしたら上がっていってかかとを下ろします。かかとを上げてゆっくり降りて、ゆっくり上がってかかとを下ろす。浮かせてしっかりね、つま先立ちになりながらゆっくり降りて、膝が伸びたらかかとを下ろします。これをね、まずゆっくり5回やっていきます。そしたら今度はですね、まずは左足ですね、左足をつま先立ちにしたまままっすぐ降ります。で、まっすぐ上がってかかとを下ろす。今度は右です。まっすぐ降りて、まっすぐ上がってかかとを下ろす。左右ね、かかとを上げたままこのスクワットをしていきます。こういう感じです。これを右左5回ずつなので10回やっていきます。こういう感じですね。しっかりこのつま先立ちになることによって、通常のね、スクワットだったらももの後ろ側と前側使うスクワットなんですけど、これは裏側と内転筋をね、使うスクワットになりますので、これをしっかりやっていけばね、足が細くなってきます。はい、お疲れ様でした。今みたいなね、ワイドスクワットをやっていきながら、かかとを浮かせてつま先立ちのね、状態でゆっくり降りて、ゆっくり上がっていきます。そうすると通常のかかとをつけたワイドスクワットよりも内転筋をしっかり鍛えていけるんでですね、しっかりね、美脚には大切なね、筋肉なんでね、それを使って鍛えていきます。しっかりね、ももの前を使っていくスクワットではなくって、こういったスクワットをね、毎日頑張ってやってみてください。今日のなんかはね、まずかかとを上げてかかとを下ろすね、それをだいたい5回、そして左右のやつが5回ずつなんで10回、時間にしてもね、1分ぐらいで十分できます。なんで美脚を手に入れるために頑張ってください。今日もご視聴ありがとうございました。